はい、毎度おなじみの、立東からのトラックマン追い切り診断、今週はですね、チャンピオンズカップ中京開幕週ですけども、柳トラックマンとセコンドトラックマンに来ていただいてお話ししようかなと思うんですけども、まあ、まずはやっぱりですかね、ダートで、負け知らずアウォーディからいきましょうか。そうですね、まあ今週のシールドコースはちょっと特権がねかかり気味だったんで、それを考えたらね、82秒台で受けてますし、時計的には全然問題ないんですけども、まあ、個人的にはやっぱりどうしてもね、最後直線でこう頭上げてちょっとねこうふわふわねするの、これ昔からね幼い面が残ってるよね、この馬の癖といえば癖なんですけども、どうしても、ね、そういう面があるんで、抜群の動きとはとまではちょっと言えないんですけども、まあまあ、この馬なりに順調にやってるのかなっていう、評価でいいですかと思うけどね、もともと攻め馬では目立つようなタイプでもないし、ね、実戦タイプなんで、この馬なり先週でも先着してるっていうことが、ね、この馬にしたら先々週か、23日の日から先週か、ね、まあ、評価材料に当たるかなっていうの感じですよね。まあね、ジョッキーはこの馬の、ね、癖をこう掴んでる感じがするんで、まあ、実戦ではそんなに気にすることはないかなとは思いますね。時の大きい割には、ね、実戦に行っても小回りにしろ、ね、大阪のちょっとゆったりのした競馬の、ね、形状した競馬場でも臨機応変にね対応できる走法みたいなタイプやからね、まあ、それなりの競馬してくれるんじゃないかなと思ったりするけども、どうでしょうかね、はい、どうですか、動きのいい馬っていうのはそれで気になった馬っていうのはありますか。そうですね、まあ、同じコース組で言ったら、はい、まあ、コパノリッキーなんかは、うん、今週はね、そんなに時計は出してないんですよね。余力残しの感じで軽めに流したって感じだったんですけども、先週のね動きがすごい合わせるまでね、ルベルジョッキーの乗せて本当に動き反応ともにね、抜群な感じがしたんでね、はい、うん、状態に関してはかなりいいのかなっていうところがあって。うん、まあ、まあ控えせる状態、仕上がりにはあるのかなと思いますね、うんうん、で、まあね、漁師そのものもシャープに映ってるし、うん、で去年のチャンピオンカップはびっしりあって投手に失敗してるっていうのがあったから今回ソフトに仕上げてきたんかなっていうのも、うん、推測はできるセミナーかなと思ったりします。あとはね、アスカのロマンはね、はい、先週金曜日ですかね、うん、かなり長めから負荷かけて、ね、しまいね、ちょっとバタバタになったんで、うん、あれこれちょっとどうしたんかなと思ったんですけど、まあ、やっぱ一回こうね、負荷かけた分、今週は、先週以上にね、威力持って受けてましたし、うん、まあまあ、順調に上向いてきて、G1 でね、十分にこっち力を出せる状態にはなったのかなっていう感じがするんで、まあ、侮れないとだと思いますね。時計金曜日とね今週似たような時計ですけど内容は全然ね状態が全然違ってるんで、もともと何ていうの攻めまで気抜いたりするタイプだけど、この水曜日か、まあ、そういう面見せへんかったし、はい、その辺はいいかなっていうような感じですね。あとあけちゃんなんか喋ってほしい馬があるの？半路組のか。半路組はね、どうですか？まあ、僕はね、まあ、モーニングが良かったよ、いい動きに見えたんですけどね、そんなに今旧車のね、スタイル的にそこまでこう時計出す、旧車でじゃないんですけども、今回ねかなりびっしり攻めてきましたし、反応なんかこう良かったんで、姉妹の伸びとかね、モニターでしか見てないけどグッと伸びてきてたから、うん、そうなんですよね。だからまあちょっと休み明けはね、結
か残せてないんですけども、休み明け2走はね、うん、まあ、今回はね、これまで非常に気配がいいので、まあ、注目したい1頭だと思いますね。あと、ゴールドドリームか、採点8。ああ、そうか、うん、ちょっとこう実戦っぽい内容になりましたね。前に合わせ馬がいたんで、だからよその厩舎の馬がおって、それを避けてまた切り直してっていう立て直してっていう追い切りで、ね、50秒8やから、うん、昨日のベスト時計が 50.1 か、うん、で 50.7 で 50.8 のナンバーベスト3の時計をマークしてるぐらいやから、うん、その軌道修正がなかったらもうちょっとはね、時計が詰まってたかなっていうね、うん、そんな感じの追い切りだったしね。まあ力む面もなかったし、ブレのない安定したフォームでね、最後まで走ってたのでね、なるほど最近8やなって思った攻め内容でしたね、うん、はい、あとね、一番人気が濃厚なアオーディの弟、うん、はい、ラリーなんですけど、まあ、今日ね、評価難しいな、いいコースで、いつものようにいいコースで、長めからビシッと追われたんですけども、実戦並みの時計が出ましたね。そうなんですよね、時計はね、格の時計をマークしたんですけど、なんかやっぱこう走りがね、ワンペースで、いや、それは僕も思いましたね、難しいところですね、評価ね、うん、でもな、ゴール過ぎてからな、100メーターぐらいな、内田さんが避け目に追ってるんよ、だからその辺で、ね、上積みみたいなのないのかなって思うし、前回も攻め本数が少ない状態で使ってきたことを思えば、今回結構やってるから、その点での、ね、変身願望っていうのを抱いてもいいかなって思ったりするよね。まあ、ね、さっとね、切れる感じはないんですけど、 ね、その分こうスタミナっていうのは、ね、かなりありそうなんで、今日もだから速いラップずっと継続はしてるんですよね、うん、だからその辺がやっぱりさすがだなっていう感じは、その辺が ね、実戦でうまく噛み合えば、はい、チャンスは、ね、あるかな、そうですね、はい、そんなところでどうですか、そうですね、明けきトラックマン、 あと僕も、まあ、もう一頭付け加えれば、販路のアポロケンタッキーなんかもね、よく見えたんで、うん、今回はね、超のつく大型馬の割にはこう、そうなんですよね、前向きさもありましたし、ちょっとなかなかね、うん、関西馬だけでもこんだけ動きのエイム上がってきたんで、なかなかちょっとこうどうですか、群雄割拠というか、いろんなところから入れそうな面白いレースになりそうかなっていうね、うん、感じがしますね、遠く、うん、ね、から角度から攻めようも多分攻められるメンバーですね、そうですね、それなりに動きもね、そうですね、いい馬が多かったんで、面白いレースになるんじゃないかなという感じがして、この辺でじゃあ締めさせてもらってよろしいでしょうか、はい、はい、ありがとうございました、はい。